下のボタンをタッチしてください。かっこいい。アエロメヒコ。すみません、理解できませんでした。航空会社カウンター1。アエロメヒコ。すみません、位置情報をご案内、航空会社カウンター1情報をご案内できます。シャープを。詳しい位置情報をご案内できます。はい、音声ガイドに従ってご用意。Dだね。下画面で目的地の位置を確認してください。はい、142m、3分で行けるということです。どうも、女です。私はですね、今韓国のインチョン国際空港に来ています。アエロメヒコ航空で再びね、メキシコシティに向かいます。これね、以前も動画にアップしたんですけども、私が初めて乗ってから2ヶ月後にね、再びこの路線に乗ることになりました。飛行機レビューアーとしてはね、いろいろ航空会社乗って、それで皆さんに紹介してなんぼだと思うんですけども、2ヶ月後にね、インチョン、メキシコシティっていうね、比較的メジャーじゃない路線に乗ってね、同じ動画アップするっていうのはどうかと思うんですけども、まあなかなかね、乗る機会がない路線なので、皆さんね、もしかしたらね、似たような、ね、動画になるかもしれないんですけどもね、お付き合いいただければと思います。この路線ね、前回も話した通り14時間、まあ、30分ぐらいのね、すごい長いフライトで、まあ今回ももちろんエコノミークラスなんですけども、それに乗るので、あ、今3時間前ぐらいなんで、多分ね、チェックインカウンター前回は空いてたんで、今回もね、おそらく空いてると思います。それでは今回デイカウンターということらしいんで、まずデイカウンターに向かってね、早速チェックインしてみたいと思います。まあちょっとね、もうお腹が減ってね、できればね、すぐチェックインしてラウンジで朝ごはん食べれればなっていうふうに思ってるんですけどもね。はい、朝のインチョン国際空港はちょっとね、せわしない感じなんですけども、そこまでまあ人はいないかな。とりあえずチェックインします。はい、はい、それではゲートオープンしてたので、ここでね、スカイプライオリティなんでね、こっちでサクッとチェックインしてみたいと思います。大丈夫か、メキシコ空港だよ。まあ、今回、ね、南米に2週間ぐらい行くんですけども、荷物はね、妻と2人でこれぐらいの大きさです。ちょっとね、冬なんで結構荷物はかさばってますね。はい、チェックインすることができました。スカイプライオリティだとね、サクッとチェックインできない。とりあえずね、出国してみたいと思います。出国無事できました。まあ、これからね、ラウンジに向かいます。ラウンジに来ました。今回はおなじみのコーラと、あとね、まあ、韓国ということで、ちょっと辛ラーメン朝ごはんなんですけどね、やっぱりね、しばらくちょっとアジア離れるんで、ちょっとね、辛ラーメンでも食べて元気を出そうかなっていうふうに思います。やっぱ韓国来たらね、辛ラーメン食べたくなりますね。それで今回なんですけども、前回の乗ったキューバのやつはね、すぐトランジットでキューバに向かったんですけども、今回メキシコシティでね、1泊できるようなフライトスケジュールで予約したんで、まあ、メキシコシティもね、1泊できるんですよね。市内まで行くのは面倒かもしれないんですけどね、1泊のためにね。メキシコシティっていうのはね、今までそのトランジットでしか行ったことなかったんで、楽しみですね。何より1回飛行機乗ればもうとりあえず到着なんで、お湯が若干ぬるくて、こうまだちょっと硬いですけど、僕、まあ、片面が好きなんで、これはこれでありですね。あ、うまい。今からゲートの前に向かいます。ゲートの前に来ました。ゲートがね、変更になってて、新しいところに来てね、あそこにアエロメヒコの飛行機がありますね。やっぱりね、前回も乗ったんですけども、デザインはすげえかっこいいですよね。ということで、見えるかな、はい、こんな感じのやつを今からね、乗りたいと思います。
座席着きました、まあ、それで座席着いてからちょっと本当はバタバタしてトイレ行ったりとかで、ね、したらねもう本当に出発しそうな時間で、ちょっと改めてまあ機内の説明というか、まあ説明もしようがないくて、もうボーイング787-8でこれ前回乗ったやつと全く一緒なんで、同じなんですよね。まあ、ただね今回は本当にねお客さん少なくて6割ぐらいかな。なんでねちょっと私もここ今3列席いるんですけども、それで窓際に撮ってるんですけども、妻はね今回通路側に座れそうですね。いやね14時間で3席を2人で使えるっていうのはかなりありがたいですね。前回はあのもうパンパンだったんで、ここのね窓際座ってたらねトイレ行きたくて仕方なかったんですけども、今回は気にせずにトイレに行くことができる、窓際にもかかわらずね行くことができるんでいいですね。とりあえず、まあ、離陸を待ちたいと思います。はい、行ってきます。メキシコシティへ行ってきます。昨日の夜からカプセルホテルって言ってもちっちゃいね空港ホテルに泊まってたんですけども、やっぱりちょっと疲れが溜まってるんですかね。今回はちょっとゆったりしてるんで、ちょっとここでねゆっくり休んで南米を楽しみたいと思います。機内食が早速ね配られました。パスタかビーフかっていう感じだったんで、今回はねビーフ選んでみました。こんな感じかな。熱い、あ、こんな感じですね。はい、これ前食べたやつでしょかな。これはねすごい覚えてて同じですね。ただこっちは食べたことないかもしれないです。はい、ではじゃあ早速ねいただきましょうか。だいたい出発して4時間ぐらい経ちます。
いや本当にね、人いなかったらめっちゃ快適ですね。そんなフライトです。ボーイング787はね、結構快適なトイレの設計となってますね。はい、こんな風にですトイレを流す時もね、こうタッチパネルで流すことが、まあ、なんかこうね、赤ちゃんのやつもこんななんかすごいスマートに作られてるんで、とてもトイレの空間も快適な感じになってます。こんな風な何気ない表示の仕方もおしゃれですよね。して5時間ぐらい経ってますね。まだまだアメリカ大陸には着かないです。それでね、これ見ていただければわかると思うんですけども、辛ラーメンと、あとね、まあ、韓国のおにぎり、これ前回も食べたやつなんですけど、ちょっと今回もいただきました。はい、ちょうどね、お腹が空いてきた時期なので、これはね、後ろの方に行ってもらってきた感じです。はい、ラウンジでも食べたね。今日2個目なんですけど、空の上で食べるのはカップラーメンであろうが、コンビニおにぎりだろうが、別格なのは間違いないと思うので、ちょっといただきます。なんか最近はでもカップラーメンくれる航空会社っていうのは以前に比べて減ったような気がするんですけど、このね、アエロメヒコはこんなねサービスもやっています。はい、
メキシコシティ空港に着きました。予定では12時半に着く予定だったんですけども、今11時40分なんで、だいたい50分前ぐらいに前倒しで到着することになりました。まあ早くね着くのはいいんですけども、場合によってはね、早く着きすぎるとまずい場合とかもありますよね。それはちょっと困りますよね。なんでね、そんなに早く着いたんですかね。今回はね、昼なんで早く着いてよかったと思います。メキシコシティ国際空港に着きました。日本は日本というか今9月なんですけども、こっちは結構寒いですね。もうこれじゃちょっと今寒いんで、ちょっと来てからね市内に向かおうと思います。今回はね本当に楽に来れました。いや自分の体調も良かったんですかね。いや本当にね嬉しいです。14時間っていうフライトでね、あと1時間前倒しでね着いたっていうのも大きかったと思います。皆さんもね、もしよかったらアエロミヒコ航空でメキシコ来てみてはどうでしょうか。成田からも出ています。長距離フライトも苦手って人も多いと思う。僕もそうだったんですよ。ただね、もう最近はねエコノミーで長距離フライト乗りすぎてね、だんだんねこれって慣れてくるんですかね。僕の場合結構慣れてきましたね。悲しいんですけども、皆さんねよかったら長距離フライトバンバンにね乗って慣れるようになってみたらどうでしょうか。もしかしたら僕のようになるかもしれないです。今回の動画は終わりたいと思います。もしこの動画が面白かった、役に立ったという人はぜひともグッドボタンを押していただけ非常に嬉しいです。またねチャンネル登録してない人はこれを機会にぜひともよろしくお願いします。また私はこの動画をアップしているうちも違う国に、ね、いる可能性が非常に高いです。そういったね私のリアルタイムの情報は Twitter、Instagram にアップしていますので、そちらの2つのフォローもぜひともよろしくお願いします。ブログもやっていますので、ブログのチェックもぜひともよろしくお願いします。まあ、こんな感じでね今回の動画は終わりたいと思います。それでは。